今大会ね、初出場チームっていうのがありましたね。今日ちょっとね、プール A と B のちょっと話は割愛しようかなと思ったりしてたんですけど、ただ、印象的だった、チェコなんかはね、すごく、プール B でも印象的な試合をしていましたし、イギリスもね、初出場だったんですけれども、コロンビア相手にですね、7対5で勝って、初勝利を挙げていますね。それと、ニカラグアですね。私はすごくニカラグアってちょっと注目してたんですね。こういうね、中南米の国でニカラグアってこう、あまりね、日本では馴染みがないと思うんですけれども、結構ね、この中南米の国っていうのは国内リーグは、結構やっていたりして、盛んではあるんですね。ただ、ニカラグアがちょっと初出場っていうのはちょっと、私もちょっとイメージがなかったんですけれども、今大会ね、初出場ということでした。で、プール D というね、本当に強豪揃いの、組に入ってしまったので、なかなかちょっとね、1勝が遠かった感じはしましたね。ただ、そのニューヨークヤンキースの、リリーフですね、結構100マイル、160キロ以上投げられる、こうね、剛速球持ってる右ピッチャーなんですけど、ジョナサン・ロアイシが投手っていうのが、いましたけどね、ちょっとね、少し本調子ではまだまだなかったのかなっていうのところはね、ちょっとピッチング見てては思いましたけれども、ニカラグアもね、これからそういう意味では、こういった WBC の機会を利用してね、どんどん、いい選手、強化を進めていって、こういったね、カリビアン、中南米っていうところに、どんどん頭角を現して、もらって、またダークホースみたいな形でね、次の大会も出てきてほしいなとは思います。それと、ニカラグアで私がね、いやー、感動したというか、印象的なピッチャーを一人ご紹介したいなと思うんですけれども、ニカラグアね、なかなか勝つの難しかったんですけど、実はね、ドミニカ共和国戦で、9回1イニングだけ投げた若いプロスペクトがいます。このピッチャーです。ドゥケ・エベルト投手というですね、ピッチャーなんですけれども、まだ21歳ですね。この投手が、ドミニカ共和国戦で、9回の1イニングを、名だたる、メジャーリーガーを相手にですね、抑え切ったというところで、ただそこまでまだまだ球威はないんですけど、一生懸命投げてたんですね。なんとか抑えたんですけど、誰を抑えたか。9回、まずワンアウト目、一番最初の打者がフアン・ソト選手、パドレスの主砲、スラッガーですね。これはもう、本当に強烈な、バッターがね、一番最初に対戦したバッターなんですけどね、このバッターをね、チェンジアップで三振取るんですね、空振り三振取るんですね。で、次にじゃあ誰を抑えたかっていうと、フリオ・ロドリゲス選手ですね、マリナーズの、去年新人王を取りましたね。フリオ・ロドリゲス選手もスライダーで空振り三振ということでね、これね、盛り上がってましたね。でね、マリー・マチャド選手、ツーアウト取ってからね、マリー・マチャド選手には、ツーベースヒットをね、打たれてしまったんですけど、その後、デバース選手ですよ。レッドソックスの。デバース選手を、最後やっぱチェンジアップで空振り三振に取って、9回1イニング、無失点ということになりました。で、ベンチ帰ってね、本当に、笑顔で、選手たちをハイタッチ交わして、あれ、監督でしたかね、ちょっと忘れちゃったんですけど、監督とこうね、抱き合う姿、なんかも、ちょっと、印象的で、見ててすごくね、なんかこう、こちらも、気持ちよくさせてくれるというか、それを見ていたときに、やっぱ WBC の意義っていうのをすごく感じました。で、こういう、例えば初出場のチームとか、まだまだこう上位に進出したこともしたことが少ないチームっていうのは、まだプロスペクトレベルの選手がやっぱり出てると思うんですね。で、マイナーの選手もそんなにいないっていうチームもあると思うんですよ。国内リーグだけの選手もいるっていうところもたくさんあると思います。
で、その選手たちが、名だたるですね、メジャーリーグの選手と対戦ができる、機会になってるっていうのが、私は WBC のすごく大きな意義をね、彼を見て感じました。はい。なので、すごくね、見て、やっぱり WBC って、どん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 普及していって、で、まだまだ、発展途上の国の選手たちの、まあ、モチベーションになっていって、で、そういったね、可能性のある選手たちが、チャンスを掴んでいくっていうね、そういったきっかけに、できる、大会なんだなっていうのを、まあ、彼を見てね、すごく私は、そういったことをね、感じました。で、ちなみにですね、はい、このエベルト投手、その後どうなったかということなんですけれども、実は、デトロイトタイガースとマイナー契約を結びました。はい。で、これはね、明らかにですね、この WBC の彼の9回のこの1イニングのピッチングを見て、タイガースのスカウトが、マイナー契約をしようということに、なったということですね。はい。なので、やっぱりこういう、機会がね、こういった大会があるんだっていうのを、やっぱ感じ取ると、すごくね、また、見る方も面白いですし、まあ、本当にこう、若い選手のモチベーションにね、すごくなっていく、うん、と思いますので、ぜひね、彼にはね、頑張ってほしいなと思いますので、またちょっとね、彼ウォッチングしながら、もしね、これで、メジャー契約、メジャーデビューなんかするとね、ちょっと涙が出るかもしれませんけども、はい、ちょっとまた、嬉しいニュースとしてね、こういったニュースが、あるんだなと、WBC ってこういう意義があるんだな、ということをね、すごく感じた、シーンでした。